こんにちは、永田です。今回は私が最近買った新しいコスメを使ってメイクをしてみたいと思います。いろんなコスメを買ったので、その時々で紹介していこうと思います。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。出来上がりはこんな感じ、パーンこんな感じですね。はい、では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ早速始めていこうと思います。ここ赤いの気になりますよね。最近買ったコスメを使いながらメイクをしていこうと思います。で、一番最初に使うのは、これはアウトレットで買いました、ランコムの UV エクスペール XL 日焼け止め乳液です。これ、30ミリしか入ってなくて、 iPhone と、私 iPhone7 なんですけど、 iPhone7 と比べてみても、まあちっちゃめではあるかなと思います。で、これで通常だと6000円なんですけど、アウトレットで3000円で販売されてたので、ちょっと試しに買ってみました。はい、では次は資生堂のシンクロスキングロークッションコンパクトのオークル20。これはレフィルを買って新しくリピートしたので、なのでパフとかも長期で開けてないんですけど、新しく買ったのでこれを使っていこうと思います。つきすぎた。うん、1回取った量で十分かなっていうぐらい。BA さんにもう一度確認したら、やっぱり下地はいらないらしい。私がホームページで見た情報は何だったんだろう。どっちが正しいのか分かんないですけど、一応日焼け止めは塗ってるから、それを下地として考えれば平気かなみたいな気持ち。なんか直接見るとそこまで差はないんですけど、カメラで見るとなんかライトが当たってて光ってるからなのか、めっちゃ顔だけ白い人に見える。まあでも多少日焼けはしたんだろうなとは思います。はい、ファンデーション完成。ちょっとテカテカすぎかな。一瞬ティッシュオフします。コンシーラーは前回と同じです。ボビーブラウンのインテンシブスキンセラムコレクターとインテンシブスキンセラムコンシーラー。カラーはピーチビスクとサンドを使っていきます。この2つを混ぜて使います。これをすると本当に目の下が明るく綺麗に見えるので、すっごく気に入ってます。じゃあ次は使い切りたいソフィーナプリマビスタの化粧持ち実感面白い。なんか貧乏症だから最後まで使い切らないと嫌で、もうこれも外しちゃう。ほら見えます？あとこれだけ。でもこれをどうやって使うか、こんなに顔に塗ったらすっごいことになりそうだから、ほんとちょんなじませて。このプリマビスタの化粧持ち実感オシロイはすっごいパフが気持ちいいんですよね。だから気に入ってますけど、3のパウダーを買っちゃったので、しばらくはそっちを使おうかなって感じ。はい、オッケー、早く使い切りたいはい、じゃあ次眉。眉はこれはいろんな YouTuber さんが使ってるの見てて、使ってみたいなと思ってて、ついにデビューしました。エクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX PD02 番を買いました。ちょっぴりブラウンな色。これで眉を今日は描いていこうと思います。すっごく芯が柔らかくって描きやすいです。私は最近ずっとキャンメイクのアイブロウペンシルか、シュウエムラのアイブロウペンシルしか使ってなかったので、久々にこういう繰り出し式のやつを使ってます。うん、でもすっごい描きやすい。なんか使ってる人が多いのが分かるなっていう感じ。パウダーで全体を動かしていきます。はい、こんな感じ。はい、じゃあ次は新しく買ったセルヴォークのインフィニトリーカラー02番です。これはアイシャドウにもいけるし、チークにもいけるし、口紅にもいけるというクリームシャドウみたいな感じなんですけど、このカラーすっごい可愛くないですか。なんか最近ブラウンカラーにとってもハマっていて、爪もブラウンにしちゃったし、なんか別光っぽいなんか透け感のあるネイルにしたんですけど、まあ、それもあってとっても可愛い色です。これを今回はワンカラーで塗っていこうと思います。指にとってなんかね、光沢感がすごいんですよ。ラメっていうか、なんか光沢感がすごい感じです。塗っていきます。すごい。下まぶたはこの3のブラシで塗っていきます。あんまり幅取りすぎないように。で、指じゃ伸ばしきれない際の部分とかもしっかり筆でなじませて、うん、完成。
すっごい可愛いオレンジカラー、レンガ色っぽいカラーですね。可愛い。じゃあ次はアイラインを引いていこうと思います。久々にインラインをペンシルで埋めようと思います。マジョリカマジョルカのクリームペンシルライナー BR611 番、粘膜を埋めていきます。はい、こんな感じ。はい、そしたらいつも通りフロフジのモテライナーのブラウンでアイライン引いていきます。はい、こんな感じ。じゃあマスカラを塗っていきます。マスカラもこれは新しく買いました。フロフジのモテマスカラのコームタイプのマスカラです。コームタイプのマスカラを使っていこうと思います。はい、アイメイク完成です。こんな感じ。はい、はい、じゃあ次はチークに移りたいと思います。チークはちょっとほんのり、まあ目元が少し、なんだろう、主張してるのでほんのり入れたいと思います。キャンメイクのグローフルールチークス03番、これを6プラスのブラシで全体的に取って、ポン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 、こんぐらい。ほんと気持ちいい。でも実際は割と色ついてるので、こんな感じで。で、忘れてたのでシェーディングバターブロンザーで入れていきます。ブラシはキャンメイクのものを使います。全体的にふんわり。はい、 OK。 じゃあ次はリップ、これも新しく買いました。資生堂のルージュルージュ BR322 番、カラーはこんな色。最近本当にブラウンリップにハマってしまったので、今回もこれを塗っていきたいと思います。はい、こんな感じ。はい、では髪の毛セットしていきます。はい、完成です。いかがでしたでしょうか。今回は私が最近買った新しいコスメを使ってメイクをしてみました。これがやっぱりむちゃくちゃ気に入りました。気に入りました。セルボークのインフィニトリーカラーの02番、こういう感じの、なんて言えばいいんだろう、この間買ったコスメデコルテのアイシャドウよりも少し、なんだろうな、光沢感のある感じで、ツヤっと感が出て、でなおかつちょっとオレンジ味もあるので、下まぶたに塗ってもちょっぴりスモーキーぐらいで済む色の濃さかなって思います。で、意外とハマったこの資生堂のルージュルージュ、このカラーもすっごく気に入りました。かわいい。今年はブラウンメイクが流行る、ブラウンリップが流行るっていうことなので、これ買ってよかったなって思います。今ブラウンリップで狙ってるのはナーズのやつもすごく気になってるので、また今度カウンター行ってみようかなと思ってます。はい、では今回も見てくださってありがとうございました。少しでも参考になってたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。永田でした。実はまだ髪型が見慣れません。